皆さんこんにちは、青木美沙子です。今日からスタートしているフレジエさんの大阪のポップアップショップなんですけど、今日と明日、明後日の3日間やる予定になっております。で、ブランドさんの取り扱いもたくさんになっているんですけど、こちらの中をご紹介していきたいと思います。はい、今回は大阪3回目になるんですけど、新作がたくさんあるのでご紹介していきたいと思います。まずは、こちらリボンがついているものが受注予約のものになっていて、リボンがついていないものはそのままお持ち帰りいただける商品になっております。まずこちらエミリーテンプルキュートさんゾーンなんですけど、もうネットでも発表されているこちらコーヒーの柄だったりとか、あとは私が今着用しているクマちゃんの柄ですね、そちらも現在受注予約をしております。そしてこちらもちょっと懐かしいシリーズなんですけど、以前大人気だったこちらブドウ柄ですね、こちらも再受注になっています。試着もできるのでぜひお越しになって試着して見ていただければと思います。あとこちらは全てお持ち帰りいただけるものになっております。で、私も持ってるんですけど、こちらのうさぎちゃん、こちらもお持ち帰りできたりとか、これも結構懐かしい、夏今すぐに着れるようなアイテムもたくさんあります。スカートとかもねあるので、ちょっとワンピース苦手だなっていう方にもおすすめのものもあったりとか、大人気の猫ちゃんシリーズ、これもすごい生地が可愛いですよね。こちらもすぐお持ち帰りいただけますし、試着も可能です。あとはこういうギンガムチェックのシリーズもあったりします。そしてこちらが、こちらもエミリーテンプルキュートさんの商品なんですけど、こういう以前出てたものですねが、今回特別にっていう感じで、ちょっとポップなね朝食柄とかもすごく可愛くて、半袖なので今すぐに着れるアイテムになっています。あとはこちらギンガムチェックのモチーフのもの、こちらもねちょっと夏っぽく着れるアイテムもたくさん揃っています。そして今回は試着室を2つご用意しているので、試着もねあんまり待たす、お待ちいただくことなく試着できるように対応しているので、ぜひ皆さんもいっぱいに試着していただければと思います。そして小物系もたくさん充実していまして、今私が履いている靴下、こちらもね5色展開で売っていたりとか、あとこれからの季節にぴったりなクルー丈のソックスも売っております。あと今私がつけているこのグログランリボンのクリップ、こちらも今、受注しておりまして、大人気商品なのでこちらも実際につけていただくことができます。あとはこういうね定番のカチューシャも洋服に合わせてつけれたりとか、あと夏っぽいねこの帽子とかもございます。あと大人気なこちらのカーディガン類も毎回人気で、これからだと、まだ肌寒い時期もあったり、冷房対策とか日焼け対策でも使っていただけるので、こちらもお洋服に合わせてゲットしていただければと思います。こちらはメロディーバスケットさんの商品になっています。私がね今狙ってるのはこれ、めっちゃ可愛い、これピンク、こちらは先行だそうなのでぜひ皆さんも
きに来てみてください。あとは私がユニバーサルスタジオジャパンで着てたものがこちらです。あとね、結構あの SNS でも私モデルで着用してるんですけど、こちらの柄もね、なんかエプロンっぽくなってるのがすごく珍しい柄な、あのお洋服なんですけど、こちらも試着できます。そしてこちらはね、すぐにお持ち帰りいただけるものになるんですけど、ちょっとクラシカルなね、夏っぽいちょっと懐かしい感じのものだったり、あとミドチンのコラボのものもすぐにお持ち帰り可能になっています。そしてこちら、なかなかね、通販で買うのは勇気がいる靴たちもご試着ができます。グリッターシューズもすごく毎回人気で、あとリボンバッグも合わせやすいものになっていたりとか、靴もね SML あるので、皆さんぜひこの機会に試着してみてください。私もね、全色実は持ってるんですけど、めちゃくちゃ歩きやすいです。はい、あとカンカン帽とかもあったりします。こちらがメゾンドミネットさんというブランドになっていまして、こちら新作が実は出ております。こんな感じで、結構今まで色というよりも、こういうね、割とシンプルっぽい感じだったりとか大人っぽい感じが多かったんですけど、今回もこういう可愛いクラシカルな柄が登場しております。形もね、いろいろあります。これ後ろにリボンがついていたりとかしてすごく可愛いです。そしてこちらバッグかな、こんなに可愛いバッグも登場しているので、お洋服とセットで身につけていただくとすごく可愛いと思います。こちらもね、あ、こっちは可愛い、取っ手のところが色バイカラーになっていたりとかして、すごく可愛いものもこちらも実際に試着いただけるような感じになっています。はい、ということで、私来店イベントなんですけど、6月16日、明日が、1部、2部あります。で、明日、明後日、金曜日も1部、2部あります。で、お買い上げいただけますと、お値段関係なく私とのツーショットの写真を撮ることができるので、ぜひ皆さんお待ちしております。で、こちらの住所は堀江になるので、こちらも書いておきますので、ぜひ皆さんお気軽に、試着だけでも全然大丈夫なのでいらしてください。ということで、青木美沙子でした。それではバイバイ。